ちゃんか。いた。さっさとおいで、出ないと。我らと志を同じくする者たちだけが地獄まで。あんたがイカれたおっちょこちょいだってことは、もう十分に分かったから。あんたたちに残された道は二つ。罪を認めて13階段を登るか、 今ここで私の裁きを受けるかのどちらかよ。おすすめは後者かしら。人生の最後に私みたいな美しい顔を拝みながら地獄に行けるんだから。警備がいますね。元大臣だから。入れてもらえますかね。捕まりなさい。は。突っ込むよ。え、突っ込むって。 言ったでしょ、屋敷へ乗り込むって。そんな、ちょっと警視、悪夢だ。ちょっと何考えてるの。危ないじゃないの。その言葉 そっくりそのままお返しするわ。おゆき。室町刑事。何なの、お寮。これはテロ、それともイケてる刑事ドラマごっこかしら。おどき、どきません、どきなさい。毒わけにはいかないの。こっちは仕事なんだから。仕事？警護ですか、桂川平蔵の。そう、応接かってね。あらあら、宮使いは大変なこと。 命令されれば東へ西へどこへでも。<笑>うん、やめてやるよ。お前がそっから飛んだよな。<笑>ほら飛べ。<笑>早飛べ。あなたが飛べば。<笑>何だてめえ。口封じを頼まれたんだ、桂川に。何のことだ。俺はただ。 朝知恵の言い訳なんて聞きたくないの。大丈夫ですか。あなたたちは山岸さん、54121のすべてをお聞かせいただけますか。話してくださったら身の安全を保証して差し上げてもよろしくてよ。 あの子なら、きっと大丈夫よ。うん、私の予想が当たってればね。どうかな。むしろやばいのは日本施設警察の連中かもね。うん、警備会社って言っても裏では紛争地域で軍に代わって戦闘行動を請け負ってる真っ黒な企業よ。あいつらもどうせその手の兵隊ね。うん、さてと。どこへ行くんですか。あのムカデを放っておくわけにはいかないでしょ。やめてください。 大丈夫よ。さあ、ムカデちゃん、いらっしゃい。刑事。止まった。テロリストと一般人を見分けるの。 その目を失って闇雲に攻撃を続ければ一般人を傷つける恐れがある。安全のためには緊急停止する以外にないの。これも基本的なプログラム。
なんでどの自販機も3品茶しか売ってないのよ。泉田君? まったく、どこほっつき歩いてるのよ。 私は泉田純一郎。せめて15分の船旅の間、車から降りずに一人の時間が持てたのは幸せだ。そして私より不幸なのは、薬師寺涼子のスカーフには1本だけダイヤモンドと同じ高度の炭素繊維が織り込まれていることを知らなかったこの包帯男だ。 消火器にケツがついてフェリーから転落したことにすれば完全犯罪の完成だったのに残念だったわね。私を警視庁刑事部参事官薬師寺涼子と知っての狼藉か。 拳銃の携帯許可は取ってるの? すいません。どうして泉田君が謝るの。おゆき、土下座して頼むなら助けてやらないこともないわよ。冗談じゃないわ。 もう助けるのは土下座の後。 これで役者は揃ったわね。進軍開始。目指すは芝よ。